演舞開演。どうも、本日はこちら冷やしぶっかけ冷やむぎというものを食べたいと思います。冷やむぎ、そうめんと少し太い麺ぐらいの認識はあるのですが、それがどのようなものなのか具体的にはあんまりよく知らないんですよね。おろし生姜、わさびは苦手なんですけど、生姜は好きなんですよね。うわ、香りが結構してきた。ネギも入ってる。こういうのね、ネギって結構珍しい気もしますね。トッピングとしては上ネギ。うわ、標準のはずなのに。そして最後におつゆ。あえまして、いただきます。確かに違いますね。確かにそうめんよりちょっと麺が太いので、その分噛み応えがあってもちっとした食感を楽しむことができましたね。ただそのツルツルツルっていう喉越しがちょっと弱かった気もしますので、そちらを求める方にはかもしれません。なのでこちらの点数とさせていただきました。逆に弾力を求める方はそうめんよりも冷やぐみの方がお好みかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。